小山ハルシオンです。さあ今日もやっていくぜ、天帝の伝説。裏で武器強化のためにアイテム収集を地道に頑張ったり、修行モード入ったり、コツコツ頑張りながら最後のラスボス島田さんにはようやく勝てるようになりましたが、前回引いちゃったのはバッドエンドの方なんで、今日はというか今日が最後だと思うんで、今日こそはいいエンディングの方を見たいというわけで、今日も頑張っていきましょう。ザ・レジェンド・オブ・ティエネン、ゲームスタート。さあ今日はここからラスボスの島田さんとのバトルのところからスタート。まあこの八百霊廟は一回もみんなに見てもらったし、同じ内容なんでね、裏で俺がやっておきました。で、残念なのが、先に言っちゃうと一個、第6章のタイトルが貴族の最後っていう部分変わらなかったんだよね。俺アグアイたちを助けたり、ああいうなんか兄のお父さんお母さんを助けたらエンディングが変わるって言ってたから、タイトルも変わるんだと思ってたんだけど、そこ変わらないから、だからどんなに頑張ってもリャオが悲しい結末に行くのは止められないのかなとは思うんだけど、俺的にはこうアグアイのこともあるからリャオには生きててほしいんだけど、まあそれを見守りに行きましょう。さあ最後気合い入れて勝つぞ。ゾビネ来い。島田雄之進 vs リャオチェンデン、ラストバトル。ここだ、今ここで死ね。意外となんか今日ちょろちょろ動くの。死ね。よっと。さあ問題はこっから。よし。今ここで死ね。間違えた。宇宙に飛んじゃダメだ。死ね。しまった。やば。ここだ。死ね。ここだ。死ね。ここだ。よし、勝った。おー、さすが、頑張ったかやった。結構なんか楽勝で勝ったぞ。変わるのかな。ここら辺は変わらなそうだな。上に出たらアリンはいるのかな。まだ前回のバッドエンディングの方はアリンにこうピストルで撃たれそうになるっていうところなんだけど、まあ、でも誤解は解けてないのか。あ、そうだよね、解けてないや。
アリン違うんだよ、誤解なんだよ。で、危ないところを村のみんなが来てくれて止めてくれると、よかった、止めてくれた。アリン、メサイ、で、真犯人のチンホンを連れてくるという。ごめんで済むか。この辺全部一緒なんだな。で、このピンチも変わらない。あれあれあれ、同じじゃね。アリン、行くぜよ。マイコンボ、行くぜよ。変わらない、もしかして。おい、変わんねえじゃねえか。あ、アグアイ、お姉さん、このお守り袋を直してくれないか。やお、生きてた。エラク、あー、ジョクウ、ジョクウエ、人間凌乱情为贵，花は咲いて散り、塩は満ち引きする。両天然の生涯を心に刻もう。たとえ彼の物語が終わりを迎えたとしても、その伝説は始まったばかりだ。ありがとう、そしてさようなら。すごい、やったー、リャオ生きてる。エンドだった。くー、6章のタイトルがあれだったから絶対変わんないと思ったんだけど、いやーよかったー、やっぱハッピーエンドはこうじゃなくっちゃね。なんだかんだこうアグアイと仲良く生きていくのかな。いやーすごいよかった、ちょっと満足しました。頑張ってよかったー。あの後味悪いバッドエンディングのまんま終わってたらちょっとモヤモヤしたまんまだったから、いや、時間かけて頑張った甲斐がありました。なんかこう、別個で収録するほど長くなかったね。ちょっとくっつけてここまで頑張ればよかったなって感じだったんですけど、
まあ、いっか、みんなにも見てもらえたし。短いけどグッドエンディングのラストはこんな感じでした。皆さんいかがだったでしょうか。いや、俺もアクションゲームやるのっていうか収録でアクションゲームやるの初めてだったから、まあちょっとごたつきもあったし、そんなに上手じゃないからイライラさせるところもあったと思うんだけど、まあなんとか最後までやり遂げたんで、いや、よかったです。ちょっと俺でもできそうな簡単めのアクションゲームがあったらまたやってみようかなと思うので、ぜひぜひまた遊びに来てください。ではでは、ザ・レジェンド・オブ・ティエンエン、これにて閉幕。ありがとう、おつやまです。バイバイ。チャンネル登録と高評価よろしくな。これで契約完了じゃ。